そっちに行った。 早く洗ってきて。ます。嫌だ、あたいはこれ以上喋る気はないんだからな。当たり前だよ、こんなところに閉じ込めて。あっち行って。あたいもおっちゃんと話すつもりはないよ。だったらおっちゃんもお前っていうのやめて。だってここにいたって退屈なんだもん。飯、そんなの分かってるって。それいただきまーす。でももうちょっと食べ応え。それは分かってるけど。そうだ、酒はないの？子供じゃない、もう立派な大人だぞ。そんなの当たり前じゃん。死んだよ、病気でぽっくりね。まあね、でもあんな罠が仕掛けられてるなんて。おお、そうだったのか。どうり別にそんなのどうでもいいから。ちゅうさあ。